コメントよろしくお願いします。はい、僕が5年前ライジンで戦う理由っていうのは堀口選手を倒すっていう、本当にそれだけでした。ただこの5年間ずっとライジンで戦ってきて、榊原さんはじめ、笹原さん、柏木さん、中野さん、竹内さん、たくさんのスタッフの方々に家族のように支えていただきました。家族がピンチの時は黙ってる男はいないと思います。そして家で待ってる妻と息子のためにこの試合のオファーを受けました。断る理由はないです。アーチュレーター倒してライジンのベルト必ず俺が守ります。